ろは、まあ、どちらかというと荷物を置くものとして実は使う、フルフラットモードっていうのができます、はい、で防水仕様にもなってますので、何か汚れたとしてもこの分だけですね、はい、見てるんですけど、外すとやっぱり全然変わってます。そうですね。時にパーキングに入れてセットすると、はい、ここにホールドっていうマークが出ます、はいはい、これがマークが出るとセットされましたっていう目印なんですけど、これどういうセットかと言いますとですね、斉藤様のようにドライブが、うん、例えばお好きなお客様で非常にいいと思います、はい、ですね、信号待ちでこうブレーキして止まるじゃないですか、はい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 、ギアはそのままドライブでも、うん、ペダル離してもですね、3分間ブレーキ保持してくれます。あ、前に勝手に進まないってことですよね。3分間はブレーキした状態を保持してくれるっていう機能になります。で、よし、青になったから出発しようっていった場合はもう普通にアクセルペダルを押せば出発してくれます。でブレーキで止まるごとにずっとホールしてくれるので、まあ、渋滞中とか非常に足をですね、楽にさせる機能として踏まなくていいですね。そういう、はい、機能になります。タフトの車ですね、はい、窓ガラスすごいよく感じると思うんですが、はいはい、帽子のつばが長いのと同じ効果 で、ね、日差しがほとんど顔に当たらないですね、うんうん、全然眩しくないです。運転がすごいしやすくなってくる。ギアをバックに入れると自動でこういう風に映ってくれますし、運転中、まあ、直進しながらもですね、このカメラをこのボタンで起動することができます。ここにある親指でボタンを押して2回押しますと、はい、両サイドモードっていうのが起動できます。そしていただくと少しご覧ください。これすごい、あの幅寄せです。はいはい、わわわ。この左側に寄せたい時にカメラが見れるので、対向車が来た時ギリギリまで寄せたいっていう時に非常に便利ですね。こういう風にギリギリまで行けますので、運転席から全く見えてないんですけど、カメラがあることでこういう風に見れるようになってます。これは仕組みとしましては、サイドミラーの下にカメラがついています。ナンバープレート側にも前を映しているカメラがありますので見ていただきます。こういう風にですね、はい、まあ、こうやって目の前に見える映像も一緒に見えてるんですけど、はい、ここはですね、例えば前向きでギリギリまで駐車したい時にもですね、でセンサーも働きますので、まあ、距離感とかもセンサーの音で変わっていきます、はい、出発する時もこのカメラで見やすくなります。見ていてください。はい、じゃあそれではですね、今から例えばですね、ここに映っている今建物あるんですけど、どうですか、綾さんのところから見えますか。ここに今この隣の車で今重なってて見にくいですね、はいはいはい、例えばそこにじゃあお子様がいたりとか自転車が向かってきてるとかだと、なかなかやっぱりこう急な飛び出しというのは難しかったんですけど、これがあることでよりワイドにフロントカメラからこう覗いてるような感じで見れるので、より安全性が高まります。出発するときにこうギリギリまで、まあ、ここにある通路って全く見えないんですよ。見えないですね。そこに誰か子供が隠れてたりとか見えにくいものがあっても見えやすいです。すごい。という機能ですね。これがこのパナラマカメラになっていて、9インチなので、まあ、ダイハツが一番大きいサイズになっておりますね。はい、じゃあこちらがパナラマカメラとなっておりますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。